カリーラとディムナの原稿、カリーラとディムナはアラビア語文学の物語。インドのグ話ワ州、パンチャタントラを基盤としたグ話ワ州である。題名のカリーラとディムナは物語に登場する表の名前であり、第一編、ライオンと牛の主人公から高マナカの名前が点化したものである。1644年にフランスでビドパーイの物語という題で訳されたが、 ビドパーイは、物語に登場する哲学者の名前に由来する。イブンアルムカッファが訳した版は、アラビア文学最古の三文とされ、アラビア語三文の基範となっている。物語は、哲学者バイダバーが、インド王の求めに対して、教訓を含んだ物語を語る形式をとっている。偶話には、人間と動物が登場し、人間と動物を対等なものとしてみなすインドの、 精神世界が背景にあると考えられている。ペルシア、アラーブ世界の人間にはこうした価値観はギーなものであり、ムカファイ後にイスラム世界に動物偶話を描く人間がほとんど現れなかった理由とも言われる。宗教から離れて人生の幸福を追求する点に物語の特徴がある。インドのある地にシャトラバという牛がいた。彼は 人間の主人に飼われていて、農作業や牛車引きをするのが仕事だった。ある日、銀車を引いて、主人を運んでいたシャトラバは、泥道に足を取られ、動けなくなった。主人はシャトラバのことをメシいカイに託して、先に行ってしまい、メシいカイはシャトラバを助けようと試みるも力及ばず、シャトラバを見捨てて帰り、主人にはシャトラバが死んだと嘘をついたのだった。 シャトラワは自力で泥から抜け出ると彼の生まれ故郷であった法上たる草原に行って暮らし始めたが同胞のいない草原には話し相手がおらずあまりの寂しさに大きく鳴き声を上げるのだったその声は草原のライオンキングの宮殿まで届いたライオンキングは初めて聞く牛の鳴き声に大いに動揺したこの様子を見て王を励ましたのがリムナである ディムナは、ジャッカルで、カリーラという兄がいた。二人とも王の護衛を務めているが、弟のディムナは、野心家で弁絶に優れていたため、王の最も信頼する謹慎に上り詰めた。とはいえ、王への中心は本物で、王の強さに強く振幅していたのである。一方のカリーラは、野心溢れる、弟の行く末が心配でことあるごとに弟を、たしなめるが、すべてなしのつぶてであった。 ディムナは、鳴き声の主を探すために、草原中を走り回った。王の心配を取り除くためである。そうして見つけたのは、見たことのない生き物、大きな角と巨体を持つもの、シャトラバであった。ディムナは雄弁である。シャトラバに恐れることなく話しかけ、ライオンキングの偉大さを解き、宮殿には王の徳をしたって、多くの動物がいることも伝え、宮殿に来るように言った。 寂しい生活から抜け出したいシャトラバにとっては、この上なく魅力的な話で、二つ返事で承諾した。ディムナも、この巨大な動物が存外に温厚であることに、安心した。宮殿に着いたシャトラバは、すぐに王に越見した。その巨大と合力、そして優しい性格のシャトラバに、王は、深い関心を持った。二人が親友となるのは自然なことだった。 この状況が面白くない者がいた。ディムナである。ディムナは王が最も信頼する家臣である。しかし、シャトラバと王は親友である。君臣の間柄ではない。シャトラバとディムナでは信頼というものの質が違う。このままでは自分の地位がシャトラバに奪われてしまいかねない。そう考えたディムナは地位の保全のために陰謀を企んだ。シャトラバを追放するのだ。 ディムナはこの計画を兄のカリーラに打ち明けて協力を仰いだ。カリーラはたしなめた。その計画は誰のためにもならない。危険だからやめろ、と。ディムナの計画というのはシャトラワについて残言することである。実直なカリーラには受け入れ難い計画だ。長い口論の後でディムナは去っていった。カリーラは弟の罪を王に言うことができなかった。 兄弟の女王である。しかし、この話し合いを聞いている者がいたのだった。リムナは、すべての準備を終え、王に越見すると、シャトラバが王位を得ようと格索していることを丁寧に説明し、彼を追放するか殺すことを進めた。信頼のおけるリムナの言うことであるが、シャトラバは親友である。王は、半信半疑のまま、とりあえずシャトラバを宮殿に呼んで尋問することにした。 呼び出されたシャトラバは怖さのあまり震えていた。この様子を見たディムナはすかさず王に言った。シャトラバは王への怒りと殺意に震えているので直ちに殺さないと危険だ、と。王は悲しみをこらえながらシャトラバを自らの口で殺す決意をした。一方のシャトラバはどうして怖がり震えていたのだろうか。実は、 シャトラバを宮殿に召喚する役目もディムナが行っており、その際に王がシャトラバを騙し討ちして食べようとしていると嘘を言ったのである。シャトラバは当初、この話を信じようとしなかったが、ディムナが王の謹慎であること、そして斧が草食動物で王は肉食動物であることから捕食関係にあることからあり得る話であると特進して大いに恐れ始めた。 心情の変化を察したディムナは追い打ちをかけた。あなたより早く走れる者が宮殿には多くいる。逃げることはできない、と。おとなしく食べられるか、それとも。シャトラバは一か八か王に挑むことを決意した。決意してもなお恐れを抱きながら宮殿に来たのである。そうして二人は対決することになった。両者とも戦いの前に、 一切の会話を交わすことがなく、誤解を解く機会は訪れなかった。一対一の戦いは、ライオンキングがシャトラバを食い殺すことで終わった。王自身もかつてないほどの重傷を負った。ディムナはその地位を守り抜くことに成功したのである。ところが、ディムナの企みを漏れ聞いていた者がいた。王の謹慎の一人である、ヒョウである。彼は、陰謀が実際に行われた様を見て、 意を決し、王の母に事実を伝えたのである。ただし、多言無用と念を押して、王母は、子である、ライオンキングのところへ行くと、先の決闘で後悔していることは何か、占領で行動しなかったか、などと責め、ディムナが陰謀を企んでいたことを示唆したのである。王母の激しい追及の中、偶然やってきたディムナは、亡命により投獄されることになった。この時点では、 王にシャトラワについて残言した疑いによるものである。刑務所にいるディムナのところに兄のカリーラがやってきた。ディムナはカリーラと話すうちに彼が行った陰謀のすべてを打ち明けた。それを偶然聞いていたのは近くの牢獄にいたチーターである。彼はディムナによって投獄されていたのだが、真実を知ってしまったことと支援による復讐の思いから裁判での証言者として、 名乗りを上げた。しかし裁判の時も、リムナは持ち前の弁説能力で巧みに答弁し、危機を切り抜けた。この裁判の間、弟の教皇を止められなかった罪悪感と悲しみで、カリーラは死んだ。王は確実な証拠を集めるため、王母に情報提供者の名を明かすよう圧力をかけ、自身の謹慎である兵が証言者であることを突き止め、彼を法廷に立たせた。 その証言は、人物の信頼性と話の信憑性からも、揺るぎようもなく、判決を下すには十分であった。こうして、ライオンキングは王への反逆の罪でリムナに、死刑判決を言い渡し、即刻処刑されたのである。サーサーアン・アサの王ホスロー一斉によって、インドに派遣された医師、ブルズーヤ外学書と共に持ち帰った、グーワ州、パンチャタントラが元になっている。 コスロー一世の命令により、ペルシアにもたらされたパンチャタントラは、ブルズーヤによって、サンスクリットからパフラビー語に訳される。ブルズーヤは、翻訳にあたり、パンチャタントラに収録されている5編の物語に、マハーバーラタの三つの物語を加えたと言われる。さらにその後、重役の度に物語が追加されていく。570年頃、 シリアの司教代理巡察士ブードにより、パフラビー5番、パンチャタントラはシリア語に訳される。8世紀に、イブンアルムカファによって、パフラビー5番はアラビア語に重役され、カリーラとディムナが成立した。カリーラとディムナは、イブンアルムカファのアラビア語版を元として、シリア語、ペルシア語などの多くの言語に訳された。11世紀末には、シチリア王国でギリシャ語に訳され、 あとに、ラテン語に訳される。1251年には、トレドのアルフォンソ10世の宮廷で、カスティーリャ語版が完成した。ギリシャ語版とカスティーリャ語に加え、ヘブライ語版と12世紀のペルシア語版により、カリーラとディムナはヨーロッパに普及する。原点であるパンチャタントラの訳本とカリーラとディムナの訳本は合わせて60カ国語に訳され、約200種類の版が存在する。 分布範囲は聖書に次ぎ、ゲーテのライヌケギツゲ、ジャンドラ・フォンテーヌの偶は、グリム童話、アンデルセン童話に影響を与えたと言われる。最古のペルシア語訳は10世紀の詩人、ルーダキーがアラビア語から訳したものだとされているが、詩の大部分は失われている。12世紀にカズナーサのバフラームシャーに捧げられたナスルッラーの作品がルーダキー版に次いで、 古いペルシア語訳と考えられている。ナスルラーは、作中に新たにアラビア紙を挿入し、クルアーンとハディースの語句を引用した。数あるペルシア語の訳本の中でも、ナスルンラーバンは最も評価が高く、雄弁の基範とされている。ナスルンラーバンは、多くの写本が作られたが、語気、改ざん、新たな物語の挿入により、原本と異なるものとなった。 15世紀末には、ホセイン・ワイズ・カー・シュフィーにより、天外の光の台で訳され、アブル・ファズルは、ムガル皇帝アクバルに、知識の試金石と題した本を検定した。イラン・イスラム共和国においては、カリーラとディムナは、学校の教材として使用されている。ライオンと牛、ディムナ事件の取り調べ、ジュズ・カケ・ハとミミズクとカラス、サルとカメ、新人カとイタチ、イブラードとイーラフトと、 インド王、シャードラム、猫と、ネズミ、王とくっぱら、ライオンと、ヤマイヌ、タビソウと、金イク士、王子とその友人たち、メスライオンとヤマイヌ、修行者とその客ビドパーイは、ピルパイと表記されることもある。ありがとうございます。